それでは最初のテーマを説明させていただきます。最初のテーマはあなたが描く静岡のビジョンについてです。静岡青年会議所は地域への愛着と誇り、人々が躍動し誰もが輝く魅力あふれる町静岡を今年度の基本理念とし、関係人口や交流人口の増加を意識し、町づくりや青少年育成などに取り組んでいますが、同時に2015年に策定した長期ビジョンの最終年度でもあり、静岡をより良い町にするべく次の中長期ビジョンの策定も行っております。静岡県が少子高齢化、若者の人口流出、出生率の低下といった多くの問題を抱える中、静岡青年会議所として、また静岡県民としてそれぞれ描かれているビジョンについてお聞かせ願いたいと同時に、そのビジョンを実現するための具体的な重点政策についてお聞かせいただきたいと思います。それでは、鈴木さんからですね、2分30秒で、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、私の今回のですね、選挙のスローガンはオール静岡で幸福度ナンバーワンの静岡県を作りますというものでございます。県民の幸福度を上げていくためにはですね、いろんなことをやらなきゃいけないんですね。産業もあれば、福祉もあれば、教育もあれば、医療もあれば、いろんなことをですね、総合的にやっていかなければいけませんけれども、中でもやっぱり私は産業政策大事だなというふうに思います。魅力ある雇用の場を作っていかないと、やはり若い人たちの定着ができません。ですから第一産業も第二産業も第三次産業もですね、それぞれの産業、これを振興していく、このことが大事だと思いますけれども、中でもやはり企業誘致、これにですね、重点的に取り組んでいきたいなと。もっともっと企業を集積をさせていく。市長時代に私はこの企業誘致に大変力を尽くしてまいりました。私が市長になった当時ですね、実は浜松から企業がですね、どんどん市外へ流出をするという事態が起こっていました。それは市街化区域がもうほとんど開発できなくて、あとは広大な市街化調整区域しか残ってない。ここをなんとかしなきゃいけないということで、国の特区制度を活用しまして、そして、市街化調整区域の一定の部分をですね、立地誘導地域として活用できるようにしまして、宮古田三方原地区という地域でございますけれども、そこに企業誘致をしてまいりました。4期16年で343社の企業を誘致をいたしました。中にはナブテスコという世界的なロボットメーカーの基幹工場をですね、誘致をいたしました。そうした企業集積によりまして、新たな産業の柱も育てつつあります。こうしたことをですね、これから全県に展開していきたい。東部も出雲ですね、あるいは中部もいろんなところをですね、今回回ってまいりましたけれども、それぞれにものすごいポテンシャルがありますし、それぞれに地域特性があります。そうした地域特性に沿ったですね、それぞれの地域に合ったそうした企業をですね、ぜひこれまでの経験を生かして誘致をし、そして若者が定着できるような豊かな雇用を生んでいきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは引き続きまして森さん、よろしくお願いいたします。はい、私のビジョンは、県民の幸せを応援する命と暮らし最優先の温かい県政です。皆さんの命と暮らしを本当に守ろうと思えば、リニア建設よりも自然と水を優先し、巨大地震が起きれば地震と津波と放射能汚染、これが一気に襲ってきます。ですから浜岡原発は一刻も早く廃炉にしなければならないと考えております。県知事として県民の最大の心配事であるこの2つの問題について、県民の立場に立って国にも大企業に対してもしっかりと物を言っていく知事、これを目指したいと思います。静岡県の人口流出、これを防ぐためには地域に働ける場所があること、また働きに見合った収入が得られること、これが鍵ではないかなと考えております。そのためには一部の大企業を支援をして、大企業が儲かれば地域が良くなる、こういう考え方を改め、地域に根を張って雇用を支えている今、既存のですね、中小小規模事業者、こうした方々の、支援をして振興をして
働き口を確保し増やすこと、そして最低賃金の引き上げが鍵だというふうに思っております。最賃を引き上げるためには、私は国の中央最低賃金審議会、これが毎年、目安額というのを出しているわけなんですけれども、決定をする前にですね、静岡県への目安額を引き上げるよう物申す知事になります。静岡県の最賃は時給984円です。隣の愛知は1027円、神奈川は1112円ということでありまして、年収に換算をいたしますと9万円、27万円といった格差が出てまいります。全国一律1500円以上の、最低賃金の実現を目指して頑張ります。地域で、安心して暮らしていける、働ける、そうした、地域循環型のそうした経済、静岡県を目指したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、大村さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私はですね、静岡県について強く元気で温かい静岡県、これを目指したいと思っております。そのために全国の有権としての静岡のプライドを取ります、静岡プライドを取ります、そして明日将来に向かって希望の持てる豊かな県にしていきたい、こう思っております。私が36年間行政の世界で国、そして全国、北海道から九州まで5県政令市で培ってきた経験を注ぎ込みます。そしてこの強くですけども、まずは防災です。能登半島地震でも多くの方が期待しました。防災をしっかり作り直していく、そして強い産業、農林水産業もものづくり産業もしっかりと強くしてまいりたいと思います。また温かい、これは福祉教育、子育て支援、女性活躍、労働政策、こういった点であらゆる人が生き生きと暮らせる静岡県にしてまいりたいと思います。そして元気、スポーツ、文化、観光、静岡県には素晴らしいポテンシャルがございます。これを一つ一つの取り組みでなく、県が汗をかいて東部も中部も伊豆も西部も全てをお支えすることによって連携して、もっと大きな取り組みしていく、こういった静岡県にしてまいります。そのことによって必ず静岡はもっと豊かに発展できる、確信しております。その方向で私は頑張りたいと思っております。はい、ありがとうございます。はい、では3人の方からですね、まあ、短い時間の中で、まずはですね、ポイントを言っていただきましたので、さらにですね、ちょっと掘り下げるという意味でですね、同じ順番になりますが、まあ、今時間の中でちょっとですね、はい、言えなかったことを含めまして補強されるか、もしくは他の方にですね、質問されるかを、この2回チャンスがありますので、まあ、選択できる。まずは1回目ですが、鈴木さんからですが、どうされますか。はい、補強で頑張ります。はい、補強をですね、はい、お願いしたいと思います。2分間ということで、よろしくお願いします。はい、それでは補強で、参ります。先ほど企業誘致のお話をしましたけれども、これは既存のですね、企業誘致するだけではなくて、もう一つ私力を入れたのはですね、ベンチャー企業、これのですね、を生み育て、あるいは首都圏等からですね、誘致をする、こうしたスタートアップ政策に力を入れていきたいというふうに思います。実は昨日ですね、静岡ベンチャースタートアップ協会というものの立ち上げがございました。これは私が市長を辞めてからベンチャーの社長さんたちと一緒に県内全域にスタートアップのエコシステムを作っていこうじゃないかということで、1年間かけて準備をしてまいりまして、東部からも中部からも西部からもベンチャーの企業さん、社長さんに集まってもらってですね、昨日その協会の設立がございました。私が理事長としてスタートをさせたわけでございますけれども、これから静岡県全体をですね、スタートアップの県にしていきたい。これまで浜松市でもですね、ファンドサポート事業とか実証実験サポート事業とか、全国初のですね、いろんなスタートアップの支援策を行ってまいりました。一定の成果が上がっております。これを今回これからですね、全県下に展開をしていくことによって、さまざまなですね、スタートアップを生み出す、あるいは誘致をしていく、こうした取り組みをしていきたいと思います。
伊豆半島や富士山麓、こうした東部地域です。ものすごいポテンシャルがあると思います。首都圏からのアクセスも非常にいいわけでございまして、首都圏からですね、有力なベンチャー企業ですね、私はたくさん誘致できると確信を持っております。こうしたベンチャー企業からですね、1社でも2社でもですね、ユニコーンと言われるようなですね、巨大なベンチャー企業が生まれればですね、時価総額数百億、1000億超えるようなベンチャー企業が生まれればですね、大きな経済波及効果を生むことができます。企業誘致とともにスタートアップ政策に力を入れてまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは森さんの方からですまたお願いしますが、どうされますか。質問で、ありがとうございます。実はコーディネーターとしては質問をしていただくとありがたいところです。よろしくお願いします。どなたに。鈴木康友さんに。はい。じゃあ30秒で質問をまずお願いします。幸福度ナンバーワンの静岡県ということで言われたんですけれども、やっぱりその県民の福祉の増進、これが県政本来の役割だというふうに思います。で、先々のことも考えて、あるいは考えた場合にですね、そのやっぱり地震の問題は避けて通れないと思うんですね。それで浜岡原発、今再稼働するかどうかの規制委員会の審査が行われておりますが、この問題については鈴木さんの態度はどうなのでしょうか。少しちょっと聞きたいと思います。はい、はい、じゃあ、残りの1分30秒の以内でということで鈴木さんの方から回答をお願いします。はい、はい、今原子力規制委員会のお話が出ましたけれども、これは福島の原発事故が発生してからできた委員会であります。それまでは経済産業省の中に原子力委員会と原子力安全保安院という2つがありまして、推進と安全管理というですね、2つを一緒にしている非常に分かりにくい組織でありました。で、当時私国会議員の時もこれを分立すべきであるということを申してきたわけでありますけれども、福島の原発事故が起こってついにこの原子力規制委員会というものができました。これは国家行政組織法第3条に規定された委員会でありまして、皆さんよく知っている公正取引委員会と同じぐらいの強大な権限を持った独立した委員会であります。で、今そこで新基準というですね、世界で最も厳しい基準で今それぞれの今停止している原発のですね、再稼働に向けた審査をしています。従いまして、まずこの独立した国のですね、強大なこの機関が最も厳しい基準で判断したこの判定をですね、しっかりと検証して答えを導き出していく、これは私のですね、スタンスでございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは大村さん、どうされますか。補強されるか、補強じゃ補強でかってお願いします。ありがとうございます。私はまず先ほどテーマの最初に掲げた防災危機管理について補強したいと思います。私はこの能登半島地震ありまして、また3.11もありました。こういった観点で静岡県の防災について改めて強化する必要があると思っております。と言いますのは、東海大地震がありまして、静岡県は本当に防災の投資も大きくて優位性を持っていたんですが、今や南海トラフ地震となってきて、他の県、もっと西の方の県にかなり重点がシフトしています。もう一回ですね、静岡県のハード、ソフト、こういった防災をしっかりと高めていかなければなりません。私は消防庁の国民保護防災部長等ですね、危機管理防災を長年やってきましたので、その道ではプロでございます。まずトップがですね、先頭に立って必要なインフラについて国に要望していく、これが必要です。例えば伊豆縦貫道、これはいつまでできるのか今のところ全く分かりません。しっかりと知事が先頭に立って要望することによって、今までどんどん予算が減ってきた伊豆縦貫について必ずインフラの投資が伸びると思います。そして皆様に観光も防災も安心していただく、これが必要だと思っています。はい、ありがとうございます。はい、では、2回目にまた参りますけども、じゃあ、鈴木さん今度はどうされますか。はい、1回は質問を、あ、そうか、1回質問したけど、ね、はい、はい、そうです、はい、それでは大村候補に1点だけ質問させていただきます。はいはい、先ほど強い静岡県を作っていく中で、やっぱり産業政策についても、触れられておられましたので、大村候補の思い描く
この産業政策、もう少しご説明いただければと思います。はい、それでは1分30秒以内でございます。はい、ありがとうございます。私は静岡県の産業政策を高めていくために、皆様の今の県内もありますと人手不足が方々にあります。これはどの産業でもそうなんですが、特に産業において大半を占める中小企業さん、本当に困っていらっしゃいます。その生産性を高めていく、これがまず重要だと思っております。中小企業さんの生産性を高める、このためには今の2024年問題の物流の例が良い例だと思います。いろんな新しい技術、典型的にはデジタルですけども、こういったものをもっとですね、人手不足のために活用のために使っていく、これをやっていくために私はデジタル大学というものを作るということを言っております。身近な例えば事務作業、それから連絡調整、こういったことからしてデジタルの力でさまざまな課題が解決し、そして人手不足を解消することができます。ロボット、静岡県には素晴らしい産業がございます。新しい技術、これを入れていくことによって中小企業の生産性をもっと伸ばしていく、そのために一つ一つの企業ではなかなかできない生産性の向上について県が中心になってそのお手伝いをしていく、これをやっていきたいと思います。私が言うデジタル大学、そういったものはこういった全てのリスキリングを含めた対応の源になってまいります。生産性の向上、これが一番重要だと思っています。はい、ありがとうございました。はい、それでは、森さん、前回は質問されましたが、今回はどうされますか。それでは質問で、ありがとうございます。じゃあ今度はどうだったの。やはり、ごめんなさい、大村さんに、はい、お願いします。はい、災害という、対策ということでかなりね、具体的な提案をされているんですが、やはり同じ質問で浜岡原発の問題、これやっぱり避けて通れないと思うんですが、その点についてぜひ見解をお聞きしたいということなんです。結局能登半島地震におきましても想定していた避難経路の11のルートのうち7ルートが道路の破壊などで使えなくなったと思うんです。そういう点では机上の空論だと。浜岡原発を再稼働するにあたってやっぱり避難実効性ある避難計画がなければ再稼働してはいけないというふうに思っております。大村さんの考えをぜひお聞きしたいと思います。はい、それでは、大村さん1分30秒以内でお願いします。はい、ありがとうございます。この浜岡原発の問題、とにかく安全性の確保、これが全ての議論の前提第一だと思います。この安全性をどう確保するか、先ほどお話しありました原子力規制委員会、今各地の原発について議論しています。浜岡についても議論が進んでくると思います。そういったものについて国の原子力規制委員会の議論はもちろんです。しかし静岡県としてもしっかりと知見を持って県民の声を吸収しながらその安全性についてきっちり検証していく、これも必要だと思います。それから今も森候補からお話があった避難経路の確保、これは非常に重要です。そのために先ほども申しましたインフラの整備、これは伊豆だけではありません。こういった浜岡の、指でありますけれども避難経路に属するこういったところのインフラをしっかり確保していくこと、このことも重要だと思います。安全性を確保しながら、そして避難経路、要するに有事の時の対応、これをしっかりしていくことが非常に重要だと思います。3.11 でもありました、想定があります。しかし想定を超える事態が起こるわけです。想定外も想定しながらしっかりと有事に備える、最後はソフト面の対応訓練等もしっかりながら安全性を確保してもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今度はまた大村さんの順番ですが、もう前回補強なので今回は質問を、お願いするんですが、どなたに。はい、では鈴木候補にお願いいたします。はい、スタートアップについてお話をいただいているわけでございますけれども、これはやはりベンチャーということで、そうで、新しい業者ということで、私も国でローカルスタートアップということでずっと取り組んでまいりましたが、やはりその企業の大半は中小企業で、静岡県もものづくり産業をはじめ中小企業さんが支えています。その方々を元気にしていくために、
どういうことをお考えになっているのか、スタートアップだけではなかなか県内全体が元気になるとは思えないわけです。それも重要ですが、その中小企業さんをどのように元気していくのか、その点をお伺いしたいと思います。はい、それでは鈴木さん、1分30秒以内でお願いします。はい、ありがとうございます。スタートアップというのはゼロから起業するのもスタートアップですけれども、実は中小企業の第二創業、これもスタートアップであります。ですから私は中小企業の皆さん、いろんなですね、これから時代の変化の中でですね、大苦労される、例えば自動車産業のですね、下請け企業の皆さんはですね、これから電動化あるいは自動化こうケースといわれるですね、大波の中でこの業態をどうやって変換していくか、こういうことも考えていかないといけない。そうした時にですね、しっかりそれを支えていく。例えば私の知っている会社はですね、いわゆる量機器系というんですけども、本業をちゃんとやりながらですね、一方で新しい事業を起こしていく。橋本エンジニアリングさんというんですけども、その精密機械加工の会社が世界最軽量の車椅子を作りました。今車椅子のですね、女子のチャンピオンのに提供している車椅子は橋本さんのところの製品であります。これはもう新しい事業の核ができているんですね。こういう形で中小企業の第二創業をしっかりバックアップしていくことによってですね、強い中小企業を作っていく、新たな企業をですね、生んでいく、これもスタートアップ政策の中の重要な点でございます。以上でございます。はい、どうもありがとうございます。なかなかこう議論がなかなか盛り上がってまいりまして、さらにいろいろ伺いたいところなんですが、残念ながらちょっと時間がありました。なかなか今までですね、伺うことができなかった、やはりこういう討論形式でですね、伺うと、あ、そういうことかということで、私も大変勉強になりました。ありがとうございます。